はい、皆さんこんにちは、今日は久々にウクレレ動画です。僕はね、ウクレレも大好きですので、ちょくちょく紹介してます。じゃあですね、今日は、ウクレレちょっと始めて何を練習したらいいのかわからないっていう人、練習題材がない人ですね。やっぱり曲集買ってもいいんですけど、曲集だとバーって曲の中にコードが入ってあって、もちろん同じねコード進行ばっかりのやつもありますけど、まずそれよりも単純に、ウクレレのコードのねストロークとか、そういう練習に用いれる3コードでねできるコード進行を紹介します。弾き方がどうこうとかじゃなくて、その練習題材のねコード進行を主に紹介したいと思います。まずちょっとこれを見てください。こんなになってますね。まず、上段下段になってます。紹介するコードは C と G と F、 この3つだけです。弾き方は上段からこの区切りがありますよね。これを4カウントで1,2,3,4 つったら上段の2小節目、この区切りがねそうですから、小節ですから、こうやって進んでいきます。はい、これをループして練習するだけです。じゃあ次は、指をね紹介したいと思います。指は C、一番下 C、 この弦ですね。これを薬指ですね。そして次は、G、 これがねちょっと最初慣れないかもしれないんですけど、初めてやる人は何でも難しいと思うんで、頑張ってみてください。まず一番下の弦中指ですね。でその次1個上の弦薬指、そして最後同じ、中指と同じ2フレット、こうちょっと三角形っぽい形になりますね。はい、これです。もう一回いきますよ。中指、薬指、人差し指、はい、そして次2段目の1小節目の F はまず一番上の弦、ここですね、中指で2フレット、そして下から2番目の弦人差し指、これだけです。じゃあこれでどうやって練習するか、こんな感じです。これだけです。これを上段下段繰り返して練習するだけですね。このコード進行のループは非常に覚えやすいですし、ある曲の有名な曲のテーマの一部分でもあります。これを、できるならコード進行を覚えて、覚えたら別にこう資料を持つ必要ありませんからね、それでいろんな練習をする。みたいな感じです。ぜひこのコード、コード進行を使って基本的なコードに慣れていって、ご自身でね皆さんが買った市販に活かせればいいんじゃないかなと思います。